皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はパソコン工房で中古パソコンを買ってきたよ。ハードオフじゃないのか。保証付きの中古品だよ。なかなかごついパソコンだな。クーラーマスターのケースに、ブルーレイドライブ、リムーバルケース、カードスロットが付いているよ。OS なし。64GB SSD1 台。ハードディスクは 1TB と 500GB が付いているな。CPU は Core i5-760。RAM は 4GB だよ。グラボはレディオンの HD5850 が入っているぜ。古いパソコンだけどパーツが充実してるよね。ハードオフなら2万円以上の値段をつけそうだが。このスペックでズバリ。3480円なら安いな。ジャンク品じゃなくて保証付きってとこもすごいよね。ケースだけでも元が取れそうだな。値札の裏が保証書になってるんだよ。これは掘り出し物だな。早速見ていこう。電源を入れるよ。しかし 64GB の SSD ってのが時代を感じるな。Windows 10だとギリギリだよね。Windows XP で使っていたのかな。デジタルライセンス認証は無理っぽいね。ハードディスクに OS インストールした方が良さそうだな。タイムマシーンがあったら10年前に持っていきたいね。10年前なら10万円以上で売れそうだな。メーカーロゴが出たよ。BIOS に入れたぜ。BIOS 画面に入れればほぼ動作品だよね。まず最初に拝むのが BIOS だぜ。今度はケースを開けて内部を見ていくよ。パーツをバラして売るのもいいな。宝探しみたいだね。狭いから作業がしづらいぜ。逆さまだった。ひっくり返すのも大変だぞ。大きいからいつもやらかすにと手間だね。狭くて作業がやりにくいな。もっと広い作業台が欲しいね。カバーにもファンがついているのか。排熱はバッチリだね。内部を見ていくぜ。電源はアンテックの 650W だね。80プラス認証じゃないのか。レディオンの HD5850 だね。ごついクーラーだな。カマアングルって言うんだって。 Twitter のフォロワーさんが教えてくれたよ。通称カマ天使か。結構人気だったみたいだね。ラムは2ギガが2枚刺さってるな。ラムを増設するにはクーラーを外さないといけないね。ラムのスロットに被っているな。大嫌いなプッシュピン式だ。これが 64GB の SSD だね。新品で買った時の値段は高かったんだろうな。じゃあ OS を入れていこうか。OS を入れようとした時、悲劇が起こった。さっきはすぐに画面が出たのに、今度はちっとも画面が映らない。カバーを開けただけで、内部をいじくったわけではないのだが、画面が映らなかった。保証期間内だったけど、3480円返してもらっても面白くないから。原因を探ってみたら、グラボが故障しているようだった。やれやれ、原因を突き止めるのに2時間もかかったぜ。CMOS クリアをしたり、メモリーを別のものに変えて試してみたよ。画面が出なくても、キー入力は受け付けているようだったから、映像出力に問題があるってわかったぜ。電源を入れた時にショートしたのかな。10年以上前の機種だからな。いつ壊れても不思議ではない。グラボを別のものに交換するよ。1000円で買った GTX550Ti だ。オースのパソコンショップパウで買ったよ。動作未確認ジャンクだったけど普通に動作したぜ。パソコンショップパウは名古屋オースの第一アメ横ビルの2階だよ。ジャンカー御用達のショップだぜ。取り外したグラボはヒートガンで炙ってみるよ。夏はおすすめできないけどな。ヒートガンを使うと真冬でも暖房がかかったみたいに部屋が暖かくなるよね。グラボの交換が完了したぜ。じゃあ OS を入れていくよ。長いから16倍速でいくぞ。この PC をグレードアップしてみようか。それは面白そうだな。じゃあ CPU を Core i7 に交換してみようか。メモリーも増設してみるか。ドラクエベンチも試してみよう。シネベンチも忘れるなよ。第一世代の Core i5 は初めて触るよ。ネットサーフィンくらいなら普通にできそうだな。重いゲームは無理っぽいね。4コア4スレッドだからな。グラボもしょぼいしね。じゃあまずは Core i7 の CPU を注文するか。ヤフオクで安いの探してみるよ。せっかくだから Core i7 の870にしてみようぜ。本当は8700をつけたいんだけどね。ようやくセットアップが終わるな。まずシネベンチとドラクエベンチをやってみるよ。
まずはシネベンチ R15 だよ。長いから8倍速で行くぜ。CPU の温度も測定するよ。何気なく見ているけど、この絵を描いた人は芸術家だな。美術館に展示してあっても不自然じゃないよね。幻想的な世界だな。温度は50度台だね。結果は 273CD か。次はドラクエベンチだよ。最高画質の割にはまあまあだな。ドラクエベンチは軽いからね。値段を考えればこのままでも十分だが。このままじゃ動画としては面白くないよね。第一世代の Core i5 でここまでやれるとは驚きだぜ。今でも動画編集で使っている人いるくらいだもんね。ハードオフが強気な値段をつけるわけだぜ。この前ハードオフでCore 通常の PC が、ジャンクで1万以上で売られていたよ。そんなもの誰も買わないよな。買取価格は激安なのにね。ハードオフは不要品捨て場だよな。捨てるにもお金かかるしね。店舗によっては引き取ってもくれないところもあるぞ。この前エラーが出たプリンターがお持ち帰りになったよ。ハードオフ3件も回ってやっと引き取ってもらえたぜ。同じハードオフでも店舗によって対応が違うよね。この前壊れた三脚の買取価格が1000円だったぞ。捨てるつもりで持って行ったのに驚いたね。SIM を認識しないスマホも1000円の買取だったぜ。査定といっても適当なんだね。大量に持ち込んでも100円即答ってこともあるもんな。お持ち帰りよりマシだよね。奇形高騰はお持ち帰りだったぜ。あれはさすがに無理があったね。ドラクエベンチはとても快適判定だな。じゃあパソコンをグレードアップするよ。シネベンチが273でドラクエが9945だな。覚えておこう。CPU クーラーを外していくよ。クーラーが一番の難関だったぜ。これは完全な設計ミスだと思うよ。ヒートシンクの下にプッシュピンがあるじゃないか。こんなのどうやって外すんだって思ったよ。悪戦苦闘の末に外したぜ。やっと CPU が顔を出したね。プッシュピン式は大嫌いだぜ。CPU を外すよ。手袋をはめているな。静電気防止手袋だよ。滑り止めにもなるな。CPU が外れたよ。これはヤフオクに出そう。今度はCore i7 の870を取り付けるよ。ソケットのピンを折るなよ。ここは慎重にね。マザーボードを外したのか。外さないとクーラーがつけれないからね。このクーラーは化け物だな。取り付けに苦戦してるよ。ヒートシンクの下にプッシュピンがあっちゃどうにもならんぞ。結局つけれなかったよ。ピンの足を壊しちゃったぜ。仕方ないから別のものをつけるよ。他の PC から外してきたぜ。安くてよく冷えるコテツだよ。カムアングルは完全な設計ミスだな。あれをつけちゃう人もすごいよね。やっぱりコテツが一番だな。コテツでも苦戦してるけどね。不器用だな。やっと取り付けれたな。ラムを増設するよ。2GB を2枚付けたぞ。これで 8GB になったね。今は 8GB が最低ラインだな。シネベンチ行くよ。やっぱり発熱がすごいな。4コア8スレッドだもんね。80度を超えたぞ。本当はカムアングル同士で比べたかったね。壊しちゃったものは仕方ないだろ。 434CB だね。コア i5 が 273CB だったから結構上がったな。やっぱりCore i7 はすごいよね。今度はドラクエベンチだよ。体感的にはそう変わってないな。 GPU は同じだからね。グラフィック性能は GPU が大きいからな。でも3480円の割には結構遊べるね。グラボと CPU クーラー壊したけどな。どっちも不可抗力ってもんだよ。この PC どうする？パソコンごと売ろうか、それともパーツをバラして売ろうか。どっちにしてもそれなりの値段はつきそうだな。第一世代でもいい値段ついてるもんね。ヤフオクの落札相場なんか見ると結構高いよな。これならゲーミング PC を名乗るに値するよね。おいおい、笑われるぞ。古いパソコンだけあってハプニングが多かったね。いきなりグラボが壊れたもんな。保証付きだから普通なら返品するよね。何もしてないのに壊れたもんな。 CPU クーラーには参ったね。カムアングルだけはもうまっぴらだな。でもクーラーが壊れた時は心が折れたよ。他の PC から外すのは大変だったな。大きなケースだったから水冷も考えたけど、スペックを考えると高い水冷を買う勇気はなかったぜ。安いのでも1万以上するもんね。さすがにメイン PC にはできんからな。
メイン PC にするなら水冷にしてもよかったよね。まあ掘り出し物であったことには変わりない。これ1台で十分遊べたね。少なくとも3480円以上の価値はあるよな。楽しい1台だったよね。これ1台で十分楽しめたぜ。じゃあ今回はこれで終わりにしよう。そうだな。パーツも充実してるし。5インチ米にブルーレイがついてるしね。これ以上グレードアップのしようがないな。じゃあこの PC の遊びはここまでにしよう。というわけで、パソコン工房で見つけた掘り出し物でした。それではご視聴、ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録をお願いします。